この前の部分にこのグレーのパーツを差し込んで、そして上から白い外装をさらに差し込みます。それぞれパーツが分かれてますので、先に組み立てておいて、これねパーツの色が違うので別パーツに、ね、分かれてるんですけれども、でここの真ん中の部分はここ押すとねパカッとこう開くようになってるんですよね。あの白の中にも色のね違いがいろいろあって、シンプルではあるんですが色の情報量はそこそこ多いといったパーツですね。ジダンです。リアルグレードパーフェクトストライクガンダムの制作、今回はですねちょっと簡単な動画ではあるんですけれども、これまで作ってきたパーツ、下半身のパーツですけれども、こちらを、全て合体させて、下半身のねこう全体の感じを確認していきたいと思います。それで今こちらにあるのはね3種類のパーツなんですが、こちらね足首から、下の部分のパーツ、そして、足首から上の部分の、この足のパーツですね。さらに、このね、腰の部分のパーツ、この3つのね、パーツをただただね、合体させるだけという動画なんですが、まあ、合体させてね、全体を確認してみるっていうのもねいいと思うので、サクサクっとね、差し込んで下半身のね全体を確認していきます。とりあえずねこんな感じに足の部分の、組み立て完了しました。これねかっこいいですよね。この足のシルエットは僕が好きなあのタイプの足なんですよ。あの要はねこの、細身で、しかもこの足首のあたりにかけてちょっとこう、ね、広がってる感じ、 この感じ、モビルスーツのねタイプによってはこう足首がキュッとこう、ね、締まってる、タイプのねモビルスーツもあるんですけれども、僕が好きなのはこういうタイプ、細身で、ちゃんとねこう、まあ、人間の足っぽくね、こう人間の足の筋肉っぽくゴツゴツしてて、最終的に足首がこうねちょっとこう広がってる感じ、このね、タイプが好きなので、これはねなかなか僕の好みに合った、足のデザインという感じですね。であとはこのね腰のパーツに両足ね差し込んでいくんですが、まずはこのサイドのね、パーツを外して、そして足を差し込んでいきます。これももう横からねグッと入れるだけなんで OK かな。で最後もう一度この腰のね、横の部分のパーツを差し込めば、これで下半身の組み立てが完了しました。足の部分とかね腰の部分とか別でこう個別でね、詳しく見ていくのもいいんですけれども、やっぱりね、ガンプラはこうパーツがね組み合わさってこう、ね、人型にね近くなってきた時にこうね、こう盛り上がってくる、気持ちが盛り上がってくるっていうところがありますので、下半身の部分ねこんな感じに、出来上がってきて、ちょっとね僕も気持ちがね高まってきてますね。これねかっこいいですね。まあ、僕好みのねデザインというところもあるんですが、これはねこれはいいですよ。特にガンダムの下半身のパーツって色が少ないんですよね。基本的にはもうほぼ白という状態なので、デザイン的にはね、色のデザイン的にはどれも似た感じにはなるんですが、今回の、パーフェクトストライクガンダム、パーフェクトストライクガンダムというかリアルグレードのストライクガンダムですね。このデザインは、白い、外装が、様々な色に分かれてて、さらに、黒い部分ね、フレームとかあと黒い外装の部分とかのこうアクセントも非常にいい感じのデザインで、本当にね本当に僕の好みにぴったりなね、かっこいい、モビルスーツ
なんじゃないかなと思います。で、結構ね、この後ろ姿のね、この感じも好きで、かかとの部分から、このふくらはぎの部分、そしてこの膝の裏の部分という形で、このね、フレームがちょっと露出して、色がね、ちょっと濃いめの、まあ、グレーとかね、黒とか、こういう感じになってるところが、またね、こう、いいんじゃないかなと。ね、ちょっとこう、メカニカルなね、感じがあって、非常にいいですね。で、膝を曲げて、ぐっとね、ちょっとこう、ポーズっぽいものをね、シードっぽいポーズをとってみても、うん、なかなかいいですね。もうちょっと曲げた方がいいかな。もうちょっと曲げると、このね、フレームがずれてちょっと隙間がね、見えてくるところね、こういうところ、ここちょっとね、隙間が広がってますけども、こういうところね、またちょっとね、モビルスーツっていうね、メカという感じがして、なかなかいいんじゃないですかね。うん、かっこいいと思います。で、下半身でもね、これだけのかっこよさがあるので、まあ、次回からね、作っていく、上半身のパートもね、すごく楽しみになってきました。ということで今回は、まあ、簡単ではありましたけれども、今まで作ってきた下半身のパーツを合体させて、全体像をね、確認してみたという動画でした。やっぱり足の部分のパーツね、かっこいいですよね。うん、ストライクガンダム。まあ、今までね、ストライクはリアルグレードも、まあ、他の、バージョンもね、全く作ってなかったんですけれども、なんかね、これを機に、リアルグレードだけじゃなくて、他のバージョンもね、作ってみるのもいいかなとね、ちょっと思ってきましたね。かっこいいモビルスーツとは思って、ではね、いたんですけれども、今までなんか作る機会がね、なくて、まあ、基本的に僕はこのね、動画を取り出す前まではもうほぼね、宇宙世紀の、シリーズのモビルスーツしかね、作ってなくて、宇宙世紀といってももうほんと限られた部分ですね。機動戦士ガンダムと、機動戦士ゼータガンダム、それから、ダブルゼータ、そしてあとはね、まあ、08章は作ってましたね。その4作品ぐらいのね、モビルスーツ、あと逆車とかもね、作ってましたけれども、そのぐらいの作品の、モビルスーツ、ガンプラしか作ってなくて、まあ、基本的にはその、まあ、シャーとアムロのね、物語に関わるところプラス、まあ、外伝作品もね、少々っていう感じしか作ってね、なくて、一度作った、ガンプラを何回も何回もね、作って、もう陸戦型ガンダムね、マスターグレードの陸戦型ガンダムとかはね、もう4回5回作ってると思うんですけれども、そんな感じで、まああんまりね、他の種類にね、こう手を出すことがなくて、このシード系のね、このストライクガンダムもまあ作ってこなかったわけなんですけれども、まあいざ作ってみるとね、まあ僕の好きなね、デザインで、すごくね、かっこいいですね。今まではこう見るだけにね、留めておいたんですけれども、実際に作ってみるとね、やっぱりその魅力が、まあ細かいところのね、魅力に気がつくことができて、本当にね、いいですね。